アルトマルクは、ドイツ海軍のタンカーである。母港を遠く離れ、長期間にわたり通商破壊船を遂行する艦船に、航海上で敵の攻撃を警戒しつつ、燃料のみならず、必要物資を供給したドイツ海軍の補給艦である。1937年から1939年に、同系5隻が建造されたうちの1隻。同艦は1938年に、 ハンブルクのブロームーンとフォス社で建造された。船名、アルトマルクはプロイセンのユリカゴと呼ばれるアルトマルク地方に由来する。第二次世界大戦開戦時、アルトマルクは大西洋で通称破壊戦を準備するポケット戦艦アドミラルグラーフ・シュペーを支援する任務に就いた。アドミラルグラーフ・シュペーは餌食とした多くの敵将船から脱出した。 乗組員を救助し、これらの民間人船員の世話をアルトマルクに任せた。1939年12月、モンテビデオでアドミラルグラーフシュペイが自陳した後、アルトマルクはイギリスの北を通り、ノルウェー沿岸に沿ってドイツに戻ろうとした。イギリス機に発見され、駆逐艦コサックに追跡されたアルトマルクは1940年2月、 中立国ノルウェーの領海に逃げ込んだ。アルトマルクは救助された、イギリスの商船上組員303名を乗せていた。2月16日、中立国の領海であるにもかかわらず、駆逐艦コサックの乗員がアルトマルクに乗り込み、アルトマルク乗陸組員7人を殺し、囚われていた商船乗組員を奪還した。この出来事は、アルトマルク号事件と呼ばれ、英国では、 なりゆきの予測できない不透明な選挙区に光を当て、大喝采を浴びた。英海軍のこの行為は、ノルウェー政府の中立性を疑わせるものであり、ドイツがノルウェー侵攻を決定する理由ともなった。アルトマルクは、1940年8月6日に、ウッカーマルクと改名された。この鮮明も北ドイツの継承の地の名前である。1942年9月9日、 ウッカーマルクは日本に向けてフランスを離れた。途中、仮想巡洋艦ミヒエルへの補給を行い、インドネシアで日本向けの石油を積み込み、1942年11月24日に日本の横浜に到着した。11月30日、不当に停泊中のウッカーマルクは突如大爆発を起こした。 向かい側の不当に停泊中のドイツ海軍の仮想巡洋艦トールト打歩船であるオーストラリアの客船南京及び中村汽船所有の海軍徴用船第3雲海丸が道連れとなった。爆発は輸送体育付近で行われていた修理で使用された道具の火花とする説やウッカーマルクの輸送の清掃作業中の作業員による喫煙説が有力である。 この爆発で、ウッカーマルクの乗組員は43人が死亡した。損傷がひどかった、ウッカーマルクは、修理不能であり、スクラップとなった。エルビン・ビッケルト著、戦時下ドイツ大使館ある、中日外交官の証言中央公論者、1998年、ISBN4 から12から002745から7、ありがとうございます。